ケビン・ハートはアメリカ合衆国の俳優、コメディアンである。1979年、ペンシルバニア州ノースフィラデルフィアに生まれる。ハートの幼少期に父親がコカイン中毒で服役していたため母親に育てられた。その頃から持ち前のセンスで家族や友人などを笑わせるなどして後のコメディアンとなるべく才能を発揮。 地元ノースフィラデルフィアの高校を卒業した後に、ニューヨークへ渡り、コミュニティカレッジに進学した。2年間在学した後に卒業し、デビューする前は、マサチューセッツ州で、靴屋の販売員をしていた。その後、フィラデルフィアのナイトクラブで、スタンダップコメディアンとして、活動をスタートさせた。スタンダップコメディアンとして、活動をスタートさせた当初は、なかなか泣かず飛ばずの日々が続き、 時には観客席から不評のあまり食べ物が飛んできたこともあるという。しかし、その後も諦めずに経験を積み、徐々に自身のコメディスタイルを確立。それが観客からも徐々に受け始め、コメディアンとしての地位を確固たるものにした。後に自身が受けたインタビューでは、かつて影響を受けたコメディアンに、エディ・マーフィ、クリス・ロック、ビル・コスビーラの名を挙げている。 2000年初頭から俳優としての活動もスタートさせ、2002年にペーパー・ソルジャーズでメジャー映画デビュー。その後もコメディ俳優として最強絶叫計画やモニークやスヌープドックら出演のコメディ映画ソウルプレーン、ファンキーで移行こう。スティーブ・カレル支援の40歳の動作だおなどへ出演して頭角を表していった。2008年にはデーブは宇宙船で エディマーフィとも共演している。近年では、若手のコメディアンやコメディ俳優らが、数多く共演した、パニックコメディ映画、ディスイズジエンド俺たちハリウッドスターの最強最後の日、などへも出演している。2018年12月6日、ホモフォビアをあらわにした2009年から2011年に、かけての発言やツイートに対する批判を受け、2019年アカデミー賞、 受賞式の司会という大役を辞退した。2003年にコメディエイヌ、女優として活動していたトレイハートと結婚し、二人の間には二次が生まれたが、2011年に離婚した。2016年8月13日、モデルのエニコパリッシュと再婚。翌2017年には三人目の子供を授かっている。ありがとうございます。